さあ、やっていきましょう。もしも清宮が4番でスタメンを張り続けたら、3年目には一体どうなってしまうのかっていう、そういうシリーズのパート65です。いや、前回挙げたのが10月の6日ぐらいなんでね、10月の頭ですね。そこから今11月の半ばに、後半に差し掛かっているんでね、1ヶ月以上間を空けてしまいました。もう前回何をやってたのか全然覚えてない。日本シリーズにね、合わせてね、日本シリーズの前あたりにね、なんか動画上げて、予想みたいなのをしようと思ってたら、もう終わってた。日本シリーズ終わってたんで、日本シリーズの総括をしながらね、動画上げていこうかなと思います。そして、この焼きつくの方では、日本シリーズはこれから行われますのでね、日本シリーズのことをね、話しながら、おそらく、4連勝、いけるんじゃないかなと思っております。全員調整させます。日本シリーズの前はね、やっぱね。もう若手も、老いも若きも全員調整。アザラシが、ビシッとね、今年の日本シリーズ、2020年の日本シリーズを切っていこうかなという今回の企画でございます。今回の動画の趣旨でございます。久しぶりすぎてなんか設定がさ、設定がよく分かってない。設定がうまくできなくて、ちょっと困ってた、さっきまで。早く動画上げたい。平下早く上に上げたいな。まだ24歳。もう将来が楽しみすぎるな。平下。やべえよ。上の方になんかさ、吹き出し作ってたような気がするけど、もういいよね。もういいよね。お気楽モードになって。もういいんだよ。焼きつくはそんなになんか、頑張ったってどうせ伸びないし。頑張れ。そこで頑張るのが、そこで頑張らないから伸びないんだぞって思うけど。伸ばす気ないだろっていう。あんまり伸ばす気ないだろって思われちゃう。4連勝したいですね。敵地で2連勝。そして本拠地で2連勝。ビシッと4立て。それを見せていきたいね。まず先発は、うちで一番信頼感のある関根。ないで野口か。左、右、左。誰かバッターを入れて、左に対処するっていう方法は、果たして、うちでできるのか。三塁の小笠原をフロストに変える。バカでしょうね。大バカ作戦だと思うな。できることは何もないな。これ行こう。さすが関根。で、ガンちゃん行くか？防御率的にはガンちゃんよりも正打。清水だな。防御率って言うなら清水だな。おぉ、素晴らしい。2戦終わって3の11か。11、3か。33対4にはほど遠いな。だからね、今年の日本シリーズ、ね、ソフトバンク対巨人の日本シリーズでしたけども、皆さん多少なりとも見ましたか？なんか、見ようかなと思うような、そういう瞬間すらなかったね。見たけどさ、一般の人から見たらこれ何が面白いんだろうと思われちゃうレベルの今年の日本シリーズでしたね。いやー、どうなんだと。決めるぞ。うちも決めるぞ。正打を投げさせてみる。いやー、勝てる気しねえんだよな、正打じゃな。うちの正打で勝てる気がしない。カーブだけは一丁前に育ってきてるけどね。カーブしかないのに勝てるのかっていう話を。勇気かな。うえ、勇気じゃ勝てん。正打かな。正打が関根だな。よし。よしよし。勇気がな。この水差し野郎が。4連勝でね。4連勝で、現実と同じありをしたかったけど、まあ、現実と違ってね。セリーグの方は、中日が出てきてますけどもね。一応見とくか。ここのところの3戦4戦の打者陣の成績を。金子4打数。金子が1番打っとるし。なんなら清宮が6番打ってるし。清宮打ってるし。ちょっと打線がそうか、セリーグ仕様。DH なし仕様になったせいで、ちょっと打線が変わったんですね。なるほどね。
1番に金子誠を置くそのセンスはどうなんだって思うけど、まあ、小笠原とかオバンドとか坪井とか打ってるんで、まあ上位陣はいいか。よし、じゃあここでね試合を見ながら、ぐだらぐだらと喋っていきましょう。次行きましょうって言いたいところだけど、どうする？ガンちゃん投げさす？関根投げさす？いや、うちのエースはガンちゃんだ。もうなんか半分なんか石を投げつけられながら投げてそう、ガンちゃん。うちはね、2番にバンドするようなバッターは必要ないんですよ。2番小笠原なので。3番新庄。新庄を核弾頭、新庄。いや、うん。でもそうだな、左って続いちゃうから、続いちゃいすぎちゃうので、1番坪井かな。4番と金子、東でしたっけ？あれ？東でしたっけ？いや、田中健介でしょ。ん？なんでだ？なんで東出してたんだ？まあ、こうでしょうね。右、左、右になるけど。うん、これでいいでしょう。勝てないことはない。これで勝てないことはない。よし、見ていきましょう。ねえ。楽しいですね。手元になんか資料があるわけではないので、まあ、思い出しながら喋っていくのでね、今年の2020年日本シリーズ。ちょっと間違ってる情報とかあったりするかもしれないですけどね。まあ、第一戦、まあ、結果だけで最近言うなら、巨人対ソフトバンクの日本シリーズ、2020年の日本シリーズは、ソフトバンクの4盾でしたね。4盾っていうかな、去年の2019年の日本シリーズから引き続いて、もう、巨人は8連敗っていうことでね、一つの白星も挙げることなく8連敗ですわ。初戦からね、まあ、ソフトバンクは強かったよね。まあ、強かったよね。初戦5-1でしたっけかね。5-1だったかな。確か、5-1ぐらいだったね。違ったかな。2戦目はもうちょっと点取って、ソフトバンクが。3戦目は、冷風で。5戦目は、一応初回に坂本のタイムリー。ね、4戦目は初回に坂本のタイムリーの後、その後ソフトバンク柳田のツーランホームラン、甲斐のツーランホームランで1対4になって、そのままソフトバンクの押し切ったという感じでしたけどもね。4試合見て、まあ、ちゃんと見たわけじゃないけどさ、ながら見してたけどさ、なんか一瞬でも巨人が勝てそうっていう風なシーンあったか、この日本シリーズ。この試合巨人勝てそうみたいな。それじゃあさ、なんだろう、試合として面白くないよね。見るものとしてさ、どっちが勝つんだろうっていうハラハラドキドキ感ってさ、それが見る原動力じゃん。まあ、強いものを応援したいっていう、応援する弱い自分の、なんだろう、応援して、弱いってことはない、巨人が弱いってことはないな。まあ応援してるチームがね、勝つところを見たいっていうのも、それはあるんかもしれんけどさ、でもその、日本シリーズなんて、全パリーグファン、全セリーグファン、なんなら野球ファン以外も見るわけじゃん？ね、地上波でやってるわけだから。そういうの考えたらさ、曲がりなりにも試合自体は面白い方がいいよね。ワンサイドゲームじゃなしにね。あれ？なんでバンドしてくれないの？あ、ボタンを押せてなかった。スリーバンドするよ、そりゃ。ガンちゃんにわざわざさ、打たせる意味がわからないもん。見てください。野口茂樹の V スライダー。この焼きつく特有の V スライダー。めちゃくちゃ変化量が大きくて。あれ投げられたら、遊ぼうの方の対戦では打て、まず打てない。おお、フォアボール。なぜ？さあ、坪井の打席見ていきましょうか。せっかくなんで見ていきましょう。なわけでね、なんで暴投するのかな。なぜか、下位打線からチャンスが生まれてしまった。あれ？ 1 点いつの間に入れた？うっかり、全然見てなかった。これはフォアボールですね。見た方がいいな。見ていこう。
小笠原に長打打たせたいね。イスト長打、イスト長打、これのどこが一体長打なのでしょうか。まあ1点入ったからよしとしよう。だからね、日本シリーズね、全然なんかこう緊迫するシーンなかったなーって。うん、1戦から4戦まで、うん、初戦はまあなんか菅野、セリーグを代表するピッチャー菅野がもう全然打たれてさ全然打たれてさ、1戦目だっけ、栗原が打ちまくったんだっけかな、うん、鈴木貴則がいる。4戦目なんてひどいもんだよ。巨人先制してすぐさま柳田のホームラン見ました。ツーランもすごかったよ。一瞬で巨人ファンのなんかこう淡い勝利への希望を打ち砕くかのようなホームランだって。もう笑ったよね。だって頑張って巨人が積み重ねて初回の罠に30球投げさせてやっともぎ取った1点がなんか次の回にあっさり2点、ランナー出してツーラン、一瞬でこう勝ちが負けになってるっていうその絶望感たるやね。いやすごかった。それほどまでにソフトバンクは何だろう、巨人に絶望感与えてたと思う。巨人ファンだったらどうだろう、あの試合見て。自分が仮に巨人、まあ、日ハムファンのアザラシがもしも日ハムがあの場面に出てて4盾食らってたとしたらどうだろうかな。心中穏やかではないと思う。まあ、ましてや巨人ファンってプライド高いじゃん、ある程度さ。我こそは球界の名手という、そういう心意気で、おいおい、ガンちゃん、おい、ガンちゃん。おお、さすが。今見ときゃよかったな。今見ときゃよかったな。見ときばさ、新庄のバックホーム、アウトが見えた。残念。まずいぞ。野口は早々は打てない。野口は早々打てない。日本シリーズな、なんかセリーグとパリーグの差、力の差が近年ますます出てるとかね、うん、出てるような気がしますよね。それでええんかと。やっぱ巨人が巨人がこうソフトバンクとの違うところはその変えていいか、このガンチャスを変えていいか。いや5回は投げてもらいたいよね。もしもこのグリアムに打たれたらもう終わりにしよう。終わりじゃい。だからもうガンちゃんがさうちのガンちゃんが、うちのガンちゃんがゴミすぎるんだが、清水だ、清水秋夫だ。うちの打線が、野口は本当に野球つくないでも屈指のピッチャーだから、そうそう点は打って取れんのよ。ぶっちゃけ、野口刺激は。この時の野口はもう手も足も出なかった。もう、グーの根も出ないほど、名投手だから。左ピッチャーで150キロ近い球投げて、球威と制球も抜群で、おまけに体力もあり、スライダーと V スライダーの変化量がほぼマックスまで近いという、もう恐ろしいキャラだが、絶対打てないからみたいなピッチャーだから、もう野球つくないよ、野口は。なんなら全投手中、最高クラスのピッチャーまであるからな、この時点での野口は。3年目の野口でしょ、うん、もうまず打てんよね、多分ね。まずチャンス、ノーチャンス。でもどうしようかな。クロストを声出すのは正解か失敗か。まあ、野口が出てるうちにクロスト出したかったっていうのもある。左の出てるうちにね。あー、桜井。勝てるか ?4 点差。
まあ、だからそのソフトバンクの今年の勝利、日本シリーズの勝利、V9 以来の V4、V9 以来の4連覇、V9 以来の4連覇っつって、ね、アナウンサーは言ってましたけどもね。まあ、V9 しそうだよね、今年のソフトバンクの強さ見てるとね、まあ、巨人の不甲斐なさを見てるとね、ヨシンバ、ヨシンバ、巨人以外のチーム、巨人以外のセリーグのチーム出てきたとしても、ソフトバンクがパリーグで、日本シリーズ出てくるなら、多分ひたすらソフトバンクがやっぱり優勝するんじゃないかなと思わせる。日本シリーズは勝つんじゃないかなと思わせるような、そんなあれでしたね。そんなゲーワンサイドゲームだったね。セリーグとパリーグの野球の質が違いすぎるな。なんか、今なおセリーグは、なんか球体依然とした体制の中で、なんかこう駆け引きで勝とうとしてるみたいな、プレー以外の部分で勝とうとしてるみたいなところがあるような気がするな。一方パリーグはもうなんかデータも何もかも全てを駆使して、もうチーム一丸となって勝つために戦ってるっていう感じがある。言い過ぎかもしれない。新庄の打点すげえな、データも駆使しつつね、相手の研究もしつつ。清宮な、あんまり変えたいけどな、この場面変えたいけど、変えちゃうね。いや、1点入れても5点差だよな。いや、1点入れても4点差だよな。しかも左の岩瀬、この場面打てるとは思えないですね。これは負けたかな。左、右、右、このまま桜でいいか、良くないか。あ、右、右、左、鈴木のところでピッチャーを左の原田に変えよう。あ、でもここで勝ちにこだわってもダメかな。ダメだ、負けだ、今日は負けだ。ガンちゃんを先発起用したことが全ての失敗だったな。16本ヒット打たれて負け。これ左のピッチャーね、左の原田は、まあ、作戦としては間違いではなかった。で、オバンドでダイソーを東でというよりは赤田かな、森本、石本かな。6点差で諦めないのはなかなか難しいよね。もう追い込まれてます。前田幸永、ほう、前田幸永って中日、巨人、もともと中日の選手だっけ。ロッテとか経てないっけ。ちょっと怪しいな。ナックルとか有名ですよね。これはライトフライでしょう。お、ナイス。いや、素晴らしい。どうすっべ、野口そのまま出すっけ。しかも右コーダがいいな。出すんだったらもう王だね、王牽制だね。右コーダの良さで、え、右コーダっけ、左コーダの良さで王牽制だね。まあ何も指示しなくて打たせよう。3対8、勝てる可能性あるか、あんまないよな。ナックルをヒット、素晴らしい。ここまではうまくはまってる。で、次はピッチャーショーツ、左を出していきたいね。東出かな、まあ、東出も別にチャンスに強くはないか。まあ東出かな。で、バントかな。
東出はバント良かったでしたっけ。あ、ダメですね。あ、この辺の人たちはあまりバント得意じゃない。まあいいや。でもとりあえずバント、ショーツ、ダメだ、それはダメだ。これは監督叩かれてますね。なぜバントさせたのかと。これはクソ叩かれてますね。某掲示板で多分クソ叩かれてるな。いい伸びしてるな。ただ追いつくね。じゃあ切り替えていこう。今日はたっぷりたっぷりお見せしていきましょう。やば、日本シリーズ制覇ちょっと怪しくなってきたよ。ガンちゃんで遊んでるからどうしよっかな。貸し出しましたね。1億円ぐらい入るな。続きはまた次回にしようかな。探索を終了して帰ってきました。土井と岩中、まあ、短い期間で他にも取れる選手が他にも探せれるんだったら探してもらおうかな。間違えた。小宮しか。いやー、こんなしょぼい。力説する。あ、力説で合ってたんだ。てそしたら多少お金を残してあの FA 先生に食い込みたいね。あー、まあ てん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 。投手適当に、体力だけの投手。あ、急速でもやっぱな。まあいいか、まあいいか。どうすっぺな。動画をどうすっかな。22分。まあいいか、今回はここまでにしときましょうか。日本シリーズ巨人の4連敗を語るみたいな感じのサムネつけて今回はここまでにしましょうか。日本シリーズの結果はね、また日本シリーズがこの後は12月になって次の年になってとかってなるんでね、また12月の中頃ぐらいに続きを動画を撮ることにしましょうか。まあ大体語ったよね。日本シリーズ巨人が4連敗してソフトバンクが優勝して、まあ、セリーグとパリーグの、ね、野球のうんぬんかんぬん話して、まあこんなとこでしょう。本当は特に語るべきこともないなとは思う、そんな日本シリーズですね。でしたね。だってハラハラしない日本シリーズなんて見てても面白くないもん。うちのね、一方うちの日本シリーズは3勝2敗。だね。まだちょっと怪しさが出てるよね。ガンちゃん投げさせたおかげで。まだ怪しさが出てます。ちょっと、次回が楽しみということでね、今回はここまでにします。ということで、また1ヶ月後ぐらいに焼きつくの動画をあげようかな。皆さん、コロナ流行ってるんでね、体調に気をつけてください。ほなまた。